皆さんこんにちは。さあ始まりました、 KCN 情報発信スタジオ K スター。番組進行は私永井康之です。さてですね、この K スターはなんと3週間ぶりということで、皆さんお久しぶりでございます。ステイホームということで、皆さんね、家ではいろんなことされてらっしゃると思いますけれども、まあ私もですね、いろんなことやってたんですけど、だんだんやることなくなって、最近はですね、トウモロコシの粒数えてます。だいたい200ぐらいで挫折しますけれども何やってんねんという感じですけれどもね。さてですね、もうすでに皆さん違和感を感じていると思いますけれども、いつもならですね、この横に近藤さんがいるんですけれども、今回はですね、新型コロナウイルス感染症拡大防止ということで、スタジオからはですね、今週と来週私一人でお送りしていきたいと思いますよ。分かってますよ。寂しいと思ってるでしょ。大丈夫です。それはね、気のせいです。いいですか。あ、もう言っときます。私も寂しいですけど、皆さん温かい目で一つご覧いただきたいと思います。ちなみにですね、その近藤さん、さらにはですね、リポーター陣も後ほど何らかの価値で登場しますから、もしかしたらですね、上からゴンドラで降りてくるかもしれませんけれども、ぜひお楽しみに。さてですね、まず最初は新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に関するお知らせです。5月5日現在の県内各市町村などの対応を一部ご紹介します。奈良県教育委員会は、県立中学校、高等学校、特別支援学校で4月13日から実施している在宅教育を5月末まで延長すると発表しました。また奈良市、大和高田市でも私立小中学校、高等学校の休業期間を5月31日まで延長。その他、大和郡山市、天理市、橿原市など小中学校の休業を5月末まで延長としています。詳しくは学校からの連絡、各自治体ホームページなどをご確認ください。続いて、コロナ関連によって影響の出ている鉄道、バスなどの運行状況です。近鉄は5月6日まで、大阪メトロ中央線で一部列車が運休するのに伴い、京阪奈線の一部の運転を取りやめています。また生駒ケーブルは三条線が5月6日まで運休、桂木山ロープウェイは5月10日まで運休しています。奈良交通は当面の間、高速バス、リムジンバスなど路線によってすべてまたは一部を運休しています。その他、一般路線バスのぐるっとバス、 JR 奈良駅浄瑠璃寺間なども運休となっています。詳しくは各交通機関のホームページをご確認ください。次に、県内の主な神社お寺の対応状況です。春日大社、大神神社、東大寺の対応はご覧の通りです。詳しくはホームページをご確認ください。なお、東大寺のホームページでは大仏様のお姿を24時間生配信されています。こちらもご覧になってみてください。続いて、興福寺、薬師寺、法隆寺、大間寺の対応状況はご覧の通りです。さまざまな神社やお寺で新型コロナの一日も早い収束を願ってご祈祷などが行われています。皆様もぜひ今は自宅でご祈願ください。次に、運転免許の更新についてです。運転免許証の更新手続きが運転免許センター、警察署などすべての窓口で当面の間停止しています。この間、更新手続きを受けることができない人に対して、更新期限後であっても
3ヶ月は運転が可能となる措置が実施されています。対象となるのは運転免許証の有効期限の末日が令和2年平成32年4月14日から7月31日までの人で、本人の延長手続きが必要です。ただし郵送による手続きも可能。詳しくは奈良県警察のホームページをご確認ください。この手続きをしないと免許が失効してしまいますので、誕生日が近い方は一度免許証をご確認ください。最後に奈良県における相談窓口のお知らせです。奈良県では新型コロナウイルス感染症に関する県民向け電話相談窓口を開設しています。海外渡航歴のある方や新型コロナウイルス感染の不安がある方、また現在画面に表示しているような症状が見られる方は、帰国者接触者相談センターにご相談ください。その他、新型コロナウイルス感染症についての一般的な相談はご覧の窓口へご相談ください。なお、これらの案内は奈良県のホームページにも掲載されています。そちらもご確認ください。さて、県内でもですね、新型コロナウイルス感染者増えています。できる限り不要不急の外出は控えてください。またお仕事とか、さらにはですね、必需品の買い物などどうしても外出される場合には、密閉密集密接の3密をぜひ避けてください。私たちの行動が医療従事者への感謝の気持ちとエールを送ることにもなります。できるだけステイホーム心がけましょう。以上、新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。さあ、それでは続いてのコーナー参りたいと思います。外出を控えて運動不足になっているそこのあなた、学校がお休みになって体力が有り余っているそこのあなた、そんな人のために今回スペシャル企画を用意いたしました。その名も、近鉄ライナーズのコンディショニングコーチが教える自宅でできるストレッチ&トレーニングのコーナーです。ありがとう、ありがとう。寂しいさてですね、もう今からですね VTR を流しますので、ぜひ皆さん一緒に実践していただいて、家の中でストレス発散しましょう。よろしいですか？それでは皆さん、体操のできる体型に広がってください。はい、ちゃぶ台置いてあるところはちょっとずらしましょう。あんまりちゃぶ台ある家ってなかなかないですけどね。よろしいですか？わかりました。みんなでやりましょうね。それでは VTR スタート。こんにちは、近鉄ライナーズコンディショニングコーチの寺田啓太です。ではこれから、自宅待機なので運動不足の方向けに、自宅でできる、ストレッチを紹介していきたいと思います。まずは、ワールズグレイテストストレッチからやっていきたいと思います。まず、片足を前に出してもらって、そのまま腰が反らないようにして体重を前にかけていきます。足の付け根をしっかり伸ばしていってもらって、このまま10秒から15秒、ホールドをしてもらって、そこから片手を上げていきます。今度はここからつながっている脇腹、広背筋ですね、体の横をしっかり伸ばしていきます。でこれも10秒から15秒、ストレッチをしてもらったら、今度床に手をついて足の方と同じ肘を地面に近づけます。これは裏ももとお尻のストレッチです。ここからまた10秒から15秒、立ってもらったら、手を床についてもらって、今度は胸を開いていきます。お尻のストレッチをしたまま胸の筋肉のストレッチですね、これも10秒から15秒
こっちで手を入れ替えて反対の胸も伸ばしていきます。これも10秒から15秒経ったら、手を戻してもらって、今度はこの曲げた足を伸ばしていきます。つま先も立ててもらって、ふくらはぎから、裏ももにかけて、伸ばしていきます。これも、10秒から15秒ほど、保ってもらって終わりになります。続いては活動自粛などで体力を持て余している方向けに自宅でできるトレーニングを紹介していきたいと思います。では今からインチワームプラス腕立て伏せという種目をやっていきたいと思います。まずしっかり地面の上でまっすぐに立ってもらって、そのまま前屈をしていきます。これはトレーニングでもあるんですけども、裏もものストレッチも兼ねています。ぐーっと行って、できる人はこのまま膝を伸ばしたまま、かかとが浮かないようにして地面を触りましょう。これが無理な方は膝を曲げても結構です。でタッチをしてもらって、ゆっくり前に進んでいきます。かかとが浮かないように注意をしながら、できるだけ行って、ある程度行くとかかとが浮いてくると思うので、腕立て伏せの姿勢になったら片足を上げて1回、足を入れ替えて1回、ここからまた手を戻していきます。いける人は膝をまっすぐ伸ばしたところでここまで上がってきてください。ではもしこれが簡単だという方には、少しバリエーションを今から見せていきたいと思います。最初の動きは同じです。しっかり前屈をして、膝がまっすぐ伸ばしたまま床を触ります。このまま前に歩いていって、今度はここで止まるのではなく、できるところまで伸ばしていきましょう。伸ばしていって、ここでキープします。1、2、3、4、5といったら、あまりお尻を振らずに戻してきて、できる回数、腕立て伏せを交互に3やってもらったら、また戻ってきます。できるだけ、ゆっくりやることによって刺激が入るので、丁寧に、やってみましょう。さあ皆さんもチャレンジしてみてください。いやー、でも皆さん実践していただいたでしょうかね。何人かはですね、やってる最中にいてててとか言ってると思いますけれども、まあ無理せずですね、上々にやっていただきたいと思います。ということでですね、自宅でできるストレッチ&トレーニングをお送りいたしました。 KCA の情報発信スタジオ、ゲスター、まだまだ続きます。奈良市研究所、番組では奈良が一番、または奈良で一番といったあらゆるものを奈良一として取り上げます。毎回私研究員が奈良一の凄さや魅力、褒められた思いなどを県内を駆け回って調査、スタジオで所長に報告します。どんな奈良一が登場するのか、皆さんぜひご覧ください。さあここからはですね、近藤さん、さらにはリポーター陣とスカイプを使いまして、なんとですね、ビデオ通話をしたいと思います。じゃあ、早速つないでみましょうか。今回はですね、近藤さん、石形兄弟ひろきくん、さらには新田さんでございます。あー映った、みんなこんにちは。あーよー映ってるよ、映ってるよ、映ってます、映ってます、はい、長いでもしっかり、はい、じゃあまずはですね、近藤さんからいきましょうか。はい、ケイさん、はい、皆さんこんにちは、近藤彩香です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ちなみに近藤さん今はどこですか？今ですね、自宅の自分の部屋からスカイプつないでおります。すごいなんか綺麗な感じしますね、部屋、うん、あんまりなんか色とかないです、白とかじゃ。いやいやいや、でもおそらくやけど近藤さんだいぶ片付けたでしょ。やっぱ最近ずっと家にいる時間が多いんで、うん、今ベッドの上とか服で結構ブワーって乗ったんですけど、それがなくてね、ねえ、なんか必死に片付けた感がありますわ。ちなみにですね、部屋で何かこうこれ自慢やなとかそういうもんってあります？自慢ですか？そうですね、あの今おそらくこの4人の中で私の部屋にしかないだろうのものを出していただきます。いいですいいです、何何？私が言った厄除けの最初のフリーパスです、うん、1年間のそれ、それ一番出したかったん。部屋にしかない。あともう一つね、すいません、昨日、はいはい、あの食べよう食べようと思って私がずっと我慢した賞金 900g 以上を超える、でかっ、ポテトチップス。あ、そう、近藤さん大丈夫？けど開けたら3日ぐらいで食べちゃうんで、今開けと戦っています。なるほどな。ちなみにですね、家ではそうやってポテトチップス食べたり他何してはんの？他は結構ね、結構な頻度であのオンラインのやっぱりやってますね、うん、もう近藤さん得意やもんね。いろんなアプリを駆使して今やってて、うん、このスカイプでつないだりもしてますし、他のアプリ使ったりとかいろいろやってますね、うん、何が一番楽しいの？楽しいのはなんかそれこそ普段飲みには行かなかったのに、うん、このからこそこの連絡してつながってる友達が結構いてて、昔の久しぶりっていう会話を今すっごいしてます。ああ、でもほんまやね、あのこういう機会に本当に久しぶりに会うっていうかね、そうやってスカイプを使って話す人とか出てきてるよね、うん、あ、なんかそれが嬉しくって近況聞いたりとか、うん、結構って話も出てきますし、久しぶりすぎて、はい、どれぐらいやんの？そうです、週最低でも2、3人。めっちゃやるやん。あ、もうそうやん、2日に1回ぐらいのペースやんか。すげえ暇なんです。あ、そうですか。まあ割と近藤さん寂しがりやもんね。喋るの好きなんで。あとね、永井さん、うん、あの家での飲みの機会をすごい充実させようと思ってね、あることを、ね、うん、あの発明というか思いついたことがあって、はい、そこにも行けないじゃないですか、なのでちょっと皆さんにもお勧めしたいんですけど、あの、うん、入浴剤のお風呂ね、うん、いっぱいじゃないですか、草津お風呂ねとか、うん、こういうシリーズ、温泉シリーズのやつを行きたい、はいはいはい、そうで、そこでそこの土地のお酒とか、まあ、スーパーに売ってるぐらいしか買いにはまあ行けないんですけど、とかそこの土地のちょっとネットで調べた郷土料理というか料理をお風呂に持ってって、まあ、一人だ、自分だけなんで、なるほど、温泉の空気を楽しみながらお風呂に浸かるっていうのを今やってて、これがめっちゃ楽しいですよ。いわゆるですね、そこへ行った気分を味わおうということやんな。これです、旅行に行かなくても行けるんです。なるほど、近藤さん、はい、大丈夫？はい、わかりました。じゃあ続いてちょっとひろき君いきます。ひろき君、はい、お願いします。はい、ひろき君よろしくお願いします。はい、お願いします。ひろき君は今どこですか？今はね、あの自宅の、リビングです。あ、リビング、はい、そっちもなんか真っ白って感じやね。あ、そうですね、一応、はい、あの後ろ白い方がごちゃごちゃしてないかなと思って選びました。あ、そうですか。はい、ちなみに今日奥さんは？
奥さんね今日たまたまねちょっと外に用事あって出かけてしまってるんですよ。どうしても行かないとダメっていうことで。ほんま？そうなんですよ。ほんまにね出てもらおう思ったんですけどね。うんうん、はい、なんやったらひろきくんって言われたら奥さんここに座ってるっていうのが良かったんですけどそうやね、実はね、はい、個人的にはひろきくんと喋るより奥さんと喋りたかった、はい、何ちゅうこと言うてるんすかそれ喜ぶけどうちの奥さんそうやろ、はい、確かにね。はい、どうでもあのさ夫婦の時間ってすごい、はい、その家にいる時間長なったと思うけど、はい、仲良なった、ね、それとも仲悪なった、そんなこと言わんといてくださいって、はい、まだ新婚ですからね言うても、はい、うんうん、でもねあの世間ではねなんかそのちょっとコロナで仲悪くなったとかも聞きますけどうちは全然大丈夫です、はい、めちゃくちゃ仲いいです、はい、それは何ひろきくんだけが思ってるのちゃう。いやそんなことないそんなことないですそんなことないです、お互いそうやと思ってるんですけど、あの確認はしたことないんで今日ちょっと確認しますね、はい、ちょっと怖いですわそんな言われたら。そんなもう人の話で不安になってたらあかんけど、はい、いや自信ありますよ、大丈夫です大丈夫です、はい、家では何してんの、はい、ひろきくんは。家ではですね基本的にはやっぱりあの僕は家事担当なんで、はい、家事は僕の仕事なんで、うん、まあ、家事をしてるんですけども、やはりねあの奥さんもちょっと仕事が休みになったんで家事をやり出そうとしてるんですよね。おお、そうですか。はい、だからね、働きってはんねんね。そうです、そうです。だからなんか世間の、うん、あの奥さんと旦那さんのなんか逆転現象みたいな、はい、普通の家やとなんか旦那さんが家事手伝ってもうちょっとそれやめてくれへんとかなるじゃないですか。はい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 。うちはそれのまた逆で、はい、ちょっとあの奥さんが家事がねちょっとね、はい、むちゃくちゃにされたりするんでちょっと置いといてとか言うてます、はい、はい、もう、はい、なるほど、はい、まあでもそうやりながら夫婦円満にやっていけるということですね。そうです、いいバランスでやってますよ。あ、分かりました、はいはい、君の持ち時間残り1分やから、はい、なんか番組で見せたいものとかある？あ、そうですね、残念ながらちょっとね僕結婚式が延期になってしまいまして、でコロナでですか？そうなんですよ、出したかった、ちょっとウェルカムボードみたいなこれ出しちゃおうかな、はい、光が反射がすごいな、ちょっと抜いてる、あー、いすごいや、え、これ何、誰書いたん？そう、友達にプレゼントしてもらったんですよ。あ、そう、はい、ひろきくんの歯がインパクトあるなそうなんです、はい、すごいね、暴れてるでしょ、はい、元気いっぱいの歯なんです、はい、え、ということは、はい、ごめんなさい、延期になったということで、ね、中止じゃないよね、延期やんね。そうなんです、延期なんで一応今年の冬とかにできたらなと思っております、はい、あ、そうか、はい、前向きにちょっと動かなと、ね、その時は、はい、寄ってくださいよ。え、ちょっと待ってくださいよ、それむちゃくちゃ仕事のつもりで来るん違うでしょうね。お互いですよ、あの、すいません、司会しますからギャラちょうだい。いや、ほら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 、そんな言う、もう横の二人も来そう、その仕事ではい、ケースさんみんなで行きますからよろしくありがとうございます。はい、じゃあ続いて、三田さん行きましょうか。はい、はい、どうも、皆さんこんにちは、どうも。三田さん、できる限りカメラ向いて、カメラ、はい、さすがは天然やな。いいよ。あの、ちなみに、新田さんは今どこですか？はい、自宅の自分の部屋にいます。ああ、そうですか。いや、また後ろ白いね。私もあの皆さんと一緒で何にもない方がいいんだろうなと思って白い壁を探しました。そうやね。はい。さっきリハーサルでは後ろ塔やったからね。そう、飛び上がってちょっと変えました。変えましたか。はい。新田さんは、はい、何か部屋でこういうの見せたいなとか、はい、自慢したいなっていうのはありますか。はい。ですね、新田家がですね、あの誕生日はみんなプレゼントを送り合うんですよ。で、あのこれカバンなんですけど。赤いカバン、よく仕事に持って行ってるカバン、これがですね兄からのプレゼントで、はい、去年かな、お兄ちゃんからもらったプレゼントなんです。うんうん、それごめんなさい、マークは阪神タイガースやん。いや違うでしょH って確かにほんまや、ほんまや違うブランドさんだったはずなんですが、でも阪神タイガースと一緒に。そうですか、そんなに宣伝せんでも。いや、あれやね、カバンの色とあなたの頬の色コーディネートしてあるね。あ、いい感じに合わせてみる。好きなんですごい嬉しいです、はい、これが兄からもらったプレゼントと
はい、あと私すごくゴスペラーズさんが好きなんですけど、うん、そうやね、はい、うん、そのゴスペラーズさんのグッズを置く棚があって、うんうん、その棚の上にこういうバッチ、缶バッジがあるんですけど、これ実は去年の末に私インタビューさせていただいてご本人につけていただいたもの。ゴスペラーズさんにインタビューしたんや、はい、そうなんです、インタビューさせていただいたタイミングで持ってるからつけてあげるよって言ってくださってつけていただいたもの。もう新田さん完全にあれですね、はい、ゴスペラーズへの自慢ですね。自慢です。完全なる自慢です。あ、家では何してはんの？家ではですね、もう本当にお家から出られないのでずっと筋トレをしてます。筋トレ、はい、例えばどういう感じできる今そこで？ここでちょっとお見せできない感じなんですけど、足腰が、ね、歩かなくなるので弱くなっちゃうなと思って、うんうんうん、基本的に下半身を鍛えるトレーニングをしてます。そうなんや、はい、器具を使うとかそういうことじゃなくて？あ、もうあの器具とかが全く家にないので、うん、器具を使わずにできるトレーニングを、YouTube とかに載ってるのを見ながらやっております。わ、うん、かりました。じゃあちょっとなんとかそこでその画面だけでなんとかやってよ。表現しようね。なんか、ね、足上げて、お、すげー、それお兄ちゃんの足、それすごい曲がってるやん。はい、なんか持ち上げて、本当は寝っ転んでやるんですけど、寝転がってつま先を伸ばしたり、すごいな、かかと戻したりっていうのをすると、ふくらはぎのトレーニングになるそうなんです。ちょっと待ってね、はい、近藤さん、ちょっと今ぐらい曲げて、こう持つと全然曲がっていいから。もう全然曲がって、お酒飲みすぎや。いいよ、ありがとう。はい、そんなトレーニングをしております。はい、すごいね。でもね、似たらね、いろいろやってあってね。いや、もう時間がな余ってるぐらいなので、何か体を動かそうと思って、苦肉の策ですね。わかりました。じゃあぜひですね、4人ともっていうか3人ともですね、はい、でいろいろとね、楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、本当に面白い3人でございましたけれども、さてですね、ここで KCN からのお知らせです。KCN12 チャンネルスポーツ&カルチャーで5月10日に生中継を予定していた第25回奈良県サッカー選手権大会兼天皇杯奈良県代表決定戦は、開催が白紙となりましたので放送はございません。紙面作成の都合上、ケーブルガイドには予定が掲載されていますが、何卒ご了承ください。さて、ケースタではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。ネキニュース宛ての写真、私たちへのメッセージなどなど、何でも OK です。電話、ファックス、E メール、どんどんとお寄せいただきたい皆さんからの情報をお待ちしております。さあ、ということで、今回はですね、私スタジオで一人、さらにはですね、スカイプをつないでみんなで喋りましたけれども、近藤さん、一言どうやった？なんかいつもと違って新鮮ですね。でもやっぱりちょっと皆さんが周りにいないので寂しいです、うん、ねえ、僕も寂しいわ、ほんまに、うん、ひろきこと、いや、やっぱりね、スタジオでうんうんって言いたいんですけど、僕家で一人でずっとうんうん言ってるんで、もう猫が反応してしゃあないんですよ、もう。なるほど、はい、お客さんは猫だけやね、はい、そうなんです、寂しいな、もう。近藤さんどうですか？近藤さんちゃんは、新田さんや、新田さんどうですか？はい、私も寂しいなと思いながら、家に人間が何人かいるんで、ガタッとしないかどうかずっとヒヤヒヤしてました。家族やろ？家族です。何人かいるって、あんた他人だったらびっくりするわ、もう。誰か入ってきてるみたいやん。なあ、怖いね。わかりました。はい、はい、近藤さん、なんか言い残したことある？言い残したことって。どこの温泉にして何にしようか今もうすでに考えているので、この後の予定楽しみです。あ、なるほど。近藤さん、最後に一言だけ言うわ、うん、大丈夫？ということで、じゃあみんなお別れなんでポーズお願いしますね、はい。さて、来週もですね、こういうテレワーク方式でお送りしたいと思います。 KCN 情報発信スタジオですか、また来週です。さようなら、みんな、やって、さようなら、さようなら。